5月5日、安室奈美恵の引退コンサートには東京ドームのお隣、後楽園ホールでボクシング元世界3階級王者の亀田興毅、31、もまた引退試合を行っていた。売上金額は比べるべくもないが、賞金は負けてない。チケットは1枚4000円から2万円で、インターネット放送局アベマ TV が正中継した。クラウドファンディングも行った。番組エンドクレジットに指名掲載の3000円コースから興毅本人からトレーニング指導を受けられる権利の30万円まで。だが、応じたのは43人。集まった額は約143万円と目標額300万円の半分にも満たなかった。興毅の直近の試合は2015年10月にアメリカで行われた WBA 世界 S フライ級タイトルマッチで、河野耕平、37、に判定負けした。今回の相手は、10年にプロ位黒星を喫したタイのポンサクレック、40。かつては日本人ボクサーたちを苦しめた難敵でしたが、ここ5年ほどリングから遠ざかっている終わった選手。そのため、この試合は公式戦と認定されませんでした。つまり、ただのスパーリングです。とボクシングライターが明かす。判定なしの完全決着なんて煽ってましたが、スパーリングなのでもともと判定なんてない。絶対勝てる相手としかやらないっていうのもそう変わらずです。結果は興毅の2回 TKO 勝ち。初戦、花総僕だ。茶番に目くじら立ててはいけないが、その後がひどかった。なんと、厳かな引退セレモニーである10カウントゴングを途中で止めさせ、現役続行を宣言したのだ。司会が嘘ついてごめんなさいと言ってと振ると、興毅は嘘はついていないんですよ。ただ、自分に嘘はつけなかっただけでと変な言い訳をしてました。どこかから安室の歌声が聞こえてくる。わけがわからないテルミー何が欲しいのか OR ただの反抗期多分きっとこのまま治らないかもわがまま、嫉妬。して、ウェイト。ダウン。より。